セイトリニアンズ・オンナ学院には2009年のイギリスのコメディ映画。監督はオリバー・パーカーとバーナビー・トンプソン。出演はタルラ・ライリー、ルパート・エベレット、コリン・ファースなど。ロナルド・サールの漫画、ストリート・トリニアン S シリーズを原作とした人気学園コメディ映画のシリーズ7作目であり、2007年の映画、セイトリニアンズ・オンナ学院の続編である。日本では、 劇場未公開だが、2012年4月4日に、セイトリニアンズ女学院に不良女子高生たちの最悪ミッション、パイレーツの秘宝を狙え、のタイトルで DVD が発売されたほか、ワウワウで2012年2月25日に、セントトリニアンズ女学院にのタイトルで放映された。新学期を迎えた、全寮制の女子校、セイトリニアンズ女学院では校長であるカミラの命、 アナベルが領長となる。そんなある日、アナベルたちは、学院の図書室に隠されていた指輪が、校長とアナベルの先祖である海賊が420年前に、ポンフリー教から奪った秘宝のありかを示す二組の指輪の一つであることを知る。間もなく、ポンフリー教の子孫である、現在のポンフリー教が部下を引き連れて、指輪を奪いに学院に襲いかかると、アナベルらは一致団結し、 第一陣は、なんとか撃退したものの、あえなく指輪は奪われてしまう。そこでカミラは、もう一つの指輪をポンフリー卿より先に見つけ出し、その上でポンフリー卿から指輪を奪い返そうと、アナベルたちを鼓舞する。ロッテントマトズによれば、21件の評論の、内高評価は14%に当たる3件で、平均点は10点満点中3。5点となっている。ありがとうございます。